食べたい。魚でも米でもいい。Now!
かけろ。誰が相手だ。
猛虎のやつ、石碑には傷一つつけてないの。わらき島の石碑を壊そうと思う殺す者がいるもんだ。津島にはいないだろうけど。酒井様、ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か、わかりません。ですがなぜか泣いてました。志村様が捕まるなんてどうしたらいいのか。さあ、うちの道具を見ていってください。安典はあまり飢えてないよ。なんで？あいつは人手なしのクズ野郎だから。飯を食うぞ。よし、トラ。尋常に勝負。
お侍、お頼みしたいことが。どうした？私はしがない薬師で野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか。病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。病の話がまことならば、すぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。よく駒田から逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良い薬師のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く、丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それから薬師を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。早く食い物をよこせ。そんなものはない。嘘だ。殺さないでくれ。いざ勝負。お前を殺せば名を残せ。生きてくぞ。人殺しも今日でしまいだ。何をした。ああ、危ないところを助かりました。かような時に遠出とは。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。いともたやすく人を斬るとは。賊を追い返せたと申すか。賊が相手といえども堂々たる態度で丁重に頼めば、おそらくあのような連中にも通じると思うか。いえ、しかし太刀を振る前に穏やかに収める術を試すべきではないでしょうか。合点が言った。生粋の薬師だな。慌ててどうした。何事だ。息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない、俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った。食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。カゴは空だ。
藁の束。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クス氏に知らせよう。いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてこと。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ、俺が取ってこよう。苔は見つかりましたか。あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓の毒を畑にまかれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。なぜ池のそばに。ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。そちらの精鋭を出せ。スガルダクサバケモテネゲショー。
こちらです。ハンゲはあったか？ええ、おかげで十分に取れました。しかしあなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせて。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。野営は目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる？もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか？口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか？ええ、半下さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。
Yes!
めんぞ。検事、何をしておる？ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした？いやいや、猛虎があっしらの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。あっしらだと？お前の畑なのか？あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。猛虎の野営はどこだ？数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか？それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなければ、何か手を考えれば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから？畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。そもそもお前はなぜここに？あなたの仲間だと知られてから、どこもかしこも危なくてね。偏僻なとこなら安全だと踏んだんです。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。お前の策とは奴らを怒らせることか？まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです？あっし？あなた？お前とおるといつも何かに入る羽目になるな。明暗でしょ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様、来ましたよ。おでけん、たるけんだち。あ、そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バスター、モリガフ。待て待て、あれは見よ。ミヨは俺の馬、俺の。ナダマツァツ、モルビグニクボルソン。あいた。堪忍して、ミヨ。おい。まさかうまくいくとはな。
Serem stebe.食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ？あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ？全てあいつが撒いた種なんです。猛虎と取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。訳を話せ。猛虎に食い物を売ると言って藁と木くずをやってみたんです。儲けるためか？畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか？こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて村の門が捕まって、食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか？え、いや間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。猛虎に殺されずに済んでよかったな。すまなかった、助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まらせろ。おっと、また余計なことを言ってしまったみたい。終わりなき戦に苦しめられた町、悪しき鬼に狙われた末、畑は全て荒らされ、民の家々は燃やされました。そして家にも枯れる武士が立ち上がり、鬼と戦ったと伝わっている。ん？取った後に残る兵もいるだろうな。俺たちどうなるんだ。
まだできるぞ。怪我をする前にやめておけ。お侍には見苦しいかもしれませんが、剣の腕を磨かねば、さらわれた娘を助けられません。どこに連れて行かれた？猛虎勢の砲を下ろした戦船に。二隻あるな。兵も大勢乗っていよう。勝ち目はないぞ。小舟と太刀があります。あとは腕の立つお侍がいれば。助けよう。船に乗れ。ありがとうございます。兵の相手は任せろ。どうか娘のことを頼みます。待っておれ、すぐに戻る。Allah Yosta, der Timbayo. Yotchut, ich der was rauchst du? Der am Multen Chatuche. Contrast.
してやる。マキカ。はい。父親が船で待っておる。ついてこい。こんなところまで来てくださるなんて。みんな死んでる。死んで当然だ。ええ。です。夢を見ているようだ。Diagon ! みんな死んでる。死んで当然だ。ええ。夢を見ている。ただいま。生きててくれたか。浜に戻るぞ。承知しました。平和は戻った。もう安全だぞ。何日も死ぬ思いだった。何日も待たせてすまない。二人とも休め。それからどこかにかくまってもらえ。仰せの通りに。そうします。これからどこへ行くの？お前は心配しなくていい。
太刀についてのご用があればあまだお役に立ちましょう。今少しお待ちを。鋭さと切れ味が増しました。きっとお気に召します。ではサシュはこの地におるらしいが、蒙古の荷車が襲われたのか、スゲガサシュの仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。坂井陣か。龍蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。蒙古を成敗すれば、叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。
当然だ。あたえるだしちゃるしこるい発生話してやる。一人も残すな。おるかさあ敵次々と囲まれるなよ。おしょう、どうしよう。どうしよう。ベリー、フィーベル。ベリー、フィーベル。肩が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。騎団の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれぬ。愛も変わらず強引だな。歩くのか。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。二夏前の長尾家での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ叔父上を訪ねなかった。職があったらな。お前が望めば志村家に仕えるよう口利きはできた。いらぬ世話だ。飯が残っておるやもしれん。体。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。コモダは燃やされアザラに安全な場所を。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてもな。望みは何だ。一生分のタダ酒。それだけか。あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。
秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったがまだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。何やつだ。おい心臓、俺だ。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、他意はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら猛虎からおじごを取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。よし、お前ら行くぞ。一つ聞き忘れたことがある。申してみろ。コモだからどうやって助かった。あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに解放まで。運の良い男め。お前や一味はどのように。逃げたんだよ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。
竜蔵は墓におるはず。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓にはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。櫓から目を離すな。分かったよ。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ竜蔵。
死ねえ、この畜生ども。これで最後だ。食い物を探そう。いかがでしたか。ここじゃないな。わっちはさっぱりだ。ほら、食料を運ぶんだろ。食いもんがねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。干渉ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に猛虎の小舟がある。猛虎の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。旧兵を崖に置け。周囲を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らは気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ、浜に降りよう。聞こえたな。行く。頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだな。用意ができたようだな。松明を頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの火を見ろよ。急がねばならぬ。貝を持て。ここまでうまく。火に気を取られるから音を立てるなよ。食い物は探そう。
ない。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。まあいいさ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船かもな。太郎、聞こえたか。4人、いや5人がいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ急ぐぞ。周兵がいるぞ。弓を張った。お前は頭に渡した。どうしよう。どうしよう。どうしよう。新手が来た。殺せ。次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。これは何だ。おお、兵略図か。竜蔵と話そう。何かあるはずだが。
奪われた兵糧はどこへ。龍蔵、デカッパラ見たか。食いもんは奴の腹ん中だよ。どうしよう。実質は俺たちの食いもんが。龍蔵、逃げるぞ。泳げる。行くぞ。見つからぬよう隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食いもん持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。ユナにまた会わねば。ユナに話を聞いてみねば。
手に入りにくいものが揃ってますよ。お気に召しそうなものを加えました。さあ、どうぞ。また来よう。道中のご無事をお祈りしています。見たんだよ。疑ってるなんて言ってないだろ。嘘じゃないんだ。昔頭が2つだとしか。鎧はお体に合ってます。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。桃田の浜で猛虎がお侍に勝てたのは数で上回ってたからだそう。地頭様は無事かね。たとえ猛虎が相手でも千村様に屈するものか。そうだといいね。
泉の港で海賊を退治したのも地頭様だったんだろ。そう、それに槍川様が山に仕掛けた罠から逃れてる。志村様を狙う宝は大事なことに、私もどうしてもやらない。あの人が八重を叩いて、ま、俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。お叔父上が自由になれば、皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな。石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとヤモメの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。タカに会って話は後で。酒井様、打ち終わりました。お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか？手前で試しました。オオサメを鍵縄です。良いものだな。借りができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛み入るぞ。ジン、どこにいる？龍蔵。ジン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。地方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。叔父上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。叔父後も囚われのままだぞ。場所は八立砦の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか？ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上。いかにして助けるつもりだ？戦える奴はまだ残ってる。近くの四辻で待たせてんだ。足りるとよいがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ？好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ、それがどうかしたのか？覚えてるか？武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。
それなのにお前は本気で撃ってきて腕が折れかけたぞ。すまん、初の試合であったゆえつい浮かれてしまったのだ。そうだろうさ。あの刀比べで地頭様のお祝いに皆会いたかった。そんなつもりはない。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった。なんでだろうな。お前お松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か。ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと。俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や上で死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は。どうだ、時期暗くなる。出発はできそうか。手立ては道中で話そう。どうしてめえら、行くぞ。救い出す。どうやって。策を出すのはお前の役だろう。うん、砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。うん、崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何、お前は猿か。役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけばのろしを上げる攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。越えられぬか。だが鍵縄を使えばいけるはず。うまくいった。
砦があるな。しっ、うん、散らばっているようだな。내게뭐했어야치토스リュウ・ゼルゾウもいるのか。外におる。
助けに来てくれると思ってた。おい、うどん食ってはるさ。はるち。おい、うどん食っちゃはるな。はっ、おい、ブランボー、はっ、ムンバイスタール、はっ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 、戦に備えろ。合点だ。酒井さん、無事のようだな。ええ、なんとか。フィンドウェン、ハン、よし、竜蔵、いつでも来い。門を開けねば。やめてくれ、誰か。
危うく死ぬところでした。頭、助かったぜ。おー来てくれると信じてました。いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。酒は持ってきたよな。一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ、拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれぬ。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。よし、てめえら馬に乗れ。小松でユナに会わなければ。